でした。ナストロフティーコーチです。あのクリスチェアを育て、そして今このナタリア・シャポシニコワをモスクワオリンピック用に育てました。この難しいシリーズタンブリングです。さてシャポシニコワの得点は何点が出ますか。 9.85 です。シャポシニコワの2カウンド 9.85 です。今ファンから花束をもらいました。ナターシャ、こちらでも人気があります。じっと目を閉じていますのはエレナ・ダビドワです。このダビドワはひねりからの前方宙返り、そしてそのまま飛び込みの前転という難しいシリーズのタンブリングがあります。ソビエトカップ初優勝を狙います、エレナ・ダビドワです。タンブリングに彼女得意の難しい技を入れました。モスクワニュース杯は2位、その後ソビエト選手権も2位と、このところぐーんと去年あたりから力をつけていましたエレナ・ダビドワ。ちょっとアラビア風の独特の動きを見せていますダビドワです。やりました。オリンピックの会場、フジミティのスポーツパルス、拍手が鳴り合いません。会場のこの難しいひねりが入って前方宙返り、そのまま飛び込み前転です。さあダビドワはいい得点が出そうです。10点満点が出ました。2カウンドエレナ・ダビドワは10点満点です。ソビエトカップはエレナ・ダビドワが優勝、2位にはシャポシニコワ、そして3位にはライムシナが入りました。ウィッシュアチェンジャーギムナスティキジーシッバーバー、ソビエトの選手も強いですね、はい、そうですね。ここが体操会場のスポーツパレスなんですが、ここでですね、誰が女王になりますか。私は何といってもやはりモントリオールで14歳で女王になった小林選手が2連勝を目指して取るんじゃないかと思うんですが、どうですか。私はやっぱり地元、そして去年のフォートワースの世界選手権のチャンピオン、ネリー・キムだと思います。キムですか、はい、さあこちらのですね、専門家はどう考えてるでしょうか。メキシコオリンピックのゴールドメダリスト、ダリサ・ピエトリックさんです。ピエトリックさん、いかがですか。Я думаю, что основная борьба на этих Олимпийских играх, конечно, развернется между Нелли Ким и румынской гимнасткой Нади Каманечи. Но я также думаю, что в спор могут вступить и две гимнастки из ГДР. Это 15-летняя Макси Гнау, которая на чемпионате мира в Порт-Уэрте заняла второе место и была обладательницей золотой медали в упражнениях на брусьях. К тому же великолепная гимнастка Регина Грабали, которая неоднократно становилась чемпионкой своей страны. Ну, а от Советского Союза...Я думаю, что будут бороться Стелла Захарова и Наталья Шапошникова. У них великолепные программы. От команды Румынии еще две гимнастки могут претендовать на олимпийское звание. Это Мелита Рун и Эмилия Эберле. Масяна-сан,네.今の話にもあるように小金地キムを中心に展開するんですけれども、これはですね、新しいスターがひょっとして生まれるかもしれませんしね。そうですね、ソビエトも、それからルーマニアにも若い力のある選手がたくさんいましたものね。開会式いよいよ近づきましたね。女子体操楽しみです。